滑るたびに叩き出す歴代最高得点。しかし大会前、彼女はこう言いました。フィギュアスケートは歴代最高得点を競う競技ではないと。そう、ボンドガールが狙い撃つのは点数ではありません。照準はただ一つ、オリンピックの金メダル。Now from the Republic of Korea, Jonna Kim! 2年ぶりにこの大会を制しました、キム・ヨナ。エキシビションのナンバーはリアーナ、 Don't Stop the Music。 荒川さん、本当にいろんな顔をキム・ヨナは持ってるんですね。そうなんです、本当にその曲調を捉えるのが上手なんですよね。表情からもう本当に振り付けからバリエーション豊富ですからね。今回のグランプリシリーズはアメリカ大会のショートプログラムで歴代最高得点をマークしました。ただもうすでに韓国ではオリンピックの代表に決まっています。荒川さん、逆転での優勝でしたが、決して本人は、まあ、満足はしてないですよね。そうですね、やはり素晴らしいいい出来から比べるとまだ本調子とはいきませんけれども、それでも基礎的な力が圧倒的にありますので、そういった部分では本当にベースのレベルの高さを見せつけられましたね。そんなものを感じさせるキム・ヨナの演技でした。今大会男子のみならず女子のシングルも大混戦になりました。そんな中制したキム・ヨナ、さあこの人がオリンピックの頂点に立つのか、それとも非常に楽しみです。